行くぞ。316ヤードです。316ヤード。すぐ測れる。そう、一瞬でしたよね。一瞬。めっちゃすごい。CL2 というレーザーの距離計、綺麗に見える。手前と奥をこう見分けて、うん、距離を測定する飼育機能っていうのがついています。ついてるんですね。そう。しかも可愛い。可愛い。色が可愛いですね。色可愛いよね。ナイスショじゃあナイスショ、ありがとうございます。すごいね。でも私はさ、一気に入る距離じゃない。でも見えてるやつですすごいスライスしてる。そうだよね。だからやっぱり旗と木の間です。間ぐらい、うん。出てきた出てきた出てきた。ナイスミス。あ、ナイスミス、ナイスミス。ごまかして、ごまかしていきます。ごまかしていいんですよ、ごまかして。転がれ。これは転がりますね。転がってる。転がってる、転がってる。結構飛ぶんですよ、これ。これを。スティンガー当てます。タイガーズのようなスティンガーです。すっごいスティンガー。モグラも死んじゃう。面白いわ。はい、行きます。見たらグイみたいな。来ましたね。飛んでます。旗超えてきた。おお、超えてますね。またね、キャリーで超えてたんですよね。素晴らしいね。もうやばいね。良くなってますね。良くなってますね。もう飛びすぎてちょっと左足下がりなんですね。それがね。完璧、ナイスオー。お見事。かっこいい。左足下がりなのにね。すごい。すごい。多分ですね、上り入れて90ぐらいかなと思うんで、ピッチングで軽く打ちたいと思います。ナイスオン。スピン効いてるから止まってそう。そうですよね。キュッてやってたの。ナイス。キュッてやった。伝わるから。伝わった。僕は伝わった。伝わりました。すっごい伝わった。キュッて。気持ちです。っていう。マジ気合いですね。そう。気合いで。さあ、どうなんでしょうか。楽しみ。飛んでるから見えないからね。そうですね。でもなぁ、私もちょっと行くかな。止まっててって感じ。止まっててって感じ。以外を止めてる。あ、1個しかない。やっぱ私のが出っ張ってます、きっとね。1個しか見えない。
多分リノちゃんの乗ってると手前のやつ。そうだね、うやっぱな、13大きかったかな、あれ行っちゃったんだ、ディスタンス系なんじゃないかな、でもここはマイケル先生にこだわったスキューチアプローチを、はい、優先聞いて、なんかしょっぱ、微妙けど、まあまあいいんじゃないですか、まあ、悪くはないですよ、うん、悪くはない、抜けちゃいましたね、下くぐっちゃった、下くぐっちゃったんですよね、うまい、はい、いろんな打ち方してる、左です、相当、あ、めっちゃ下ってたんだよ、でもそうですね、下りのせいか、うん、フックなんだ、すごいすごいすごい、止まって止まって止まれ、オッケー、うん、そうですね、途中からまっすぐでしたね、で最終だけです、うん、でもナイスタッチです、ありがとうございます、うん、ナイスタッチ、これは私を入れてボギーにしたいですね、で、ボギーで耐えたい、はい、このコース難しいんですね、いや、私難しいと思ってましたよ、ね、言ってましたもんね、うん、最初から難しい、ね、言ってた、うん、舐めてた、うん、ナイス、しっかり打ててましたね、しっかり打ちました、さすが、もう内側決めてしっかり、はい、いいですね、最後の最後で素晴らしい、ナイス、はい、うん、ナイス、ナイスパー、ナイスパー、ね、いい感じです、ここさ、ここに切ってあったらさ、難しいですよね、ここにどこに乗せるのみたいな、真ん中に乗せて勝手に転がっていくぐらい、ピン攻めちゃうと絶対奥に行っちゃうね、ピンデッドに狙えないですよ、狙えない、うん、もう一回ここ攻略したいな、いや、いいコースですね、ね、難しくて戦略してる、うん、ピンショット曲がったら終わり、終わり、うん、グリーンもなんか奥に速かったり、そう、だからやっぱりいいライから打たないとスピンも効かないし、ガスからだと最高だったと思います、その辺まで考えなきゃいけない、そうなると逆算してね、やっぱ難しすぎるコースですね、難しい、狭い、狭くてグリーンうねうねで、うん、ひなちゃんの、はい、今後ですね、リンゴルフでリンゴルフアレンジバッチプレイ対決っていうのをやろうと思ってちゃんと対決っていうのをやろうと思ってるんですよ、はいはい、で1対1で、うん、そういうプロテストを受けてるとか、うん、こう頑張ってるあの子たちでバッチプレイ対決させて、うん、まあ、賞金を出したいなと、うん、1対1でガチ対決をしてもらいたくて、それハーフですか、それもね、今ハーフかフルか考え中なんですけど、うん、まあ、ちょっとやってもらいたいなと、うん、でリノちゃんにも、はい、ぜひ出てもらいたいなと、出たい思っております、すごいいいですね、そう、もうできれば毎月もうやりたいなと思ってて、そのスポンサーさんとかも今探してるところなんですけど、うん、まあ、ちょっとリノちゃんにも、ね、ぜひ、ね、そういう、まあ、友達とか連れてもらって、友達同士で対決、うんうんうん、っていうのね、ちょっとやりたいなと、いい、やっぱ燃える、お金、お金、賞金がある方が燃えます、燃えるそうだよ ね、 思います ね、 そうだよね、なんかこうご褒美欲しいですね、そうだよね、別にお金とかじゃなくて、うんうんうん、ご褒美があると頑張ろうってなるから、うん、ね、嬉しいです、なんか何もなくさ対決とかだとさ、うん、ちょっとふわってなっちゃうから、うんうん、やっぱこう貪欲にね、うん、こう対決してるっていうのはやっぱ見てても多分楽しいと思うし、ね、本人たちも試合感あった方がいいから、うん、いいですね、いいよね、ピリピリな、ピリピリな感じで、ああいいですね、やりたいと思います、私あのいつもずっと見てるだけなんで、これ解説みたいな感じで、解説できるかなおー飛びましたとかしか言えないないと思うみたいなまあ解説はちょっとまあ考えますね、うん、ちょっと今後ね、うんうんうん、あのスポンサーさんが大きくなればなるほど、うん、解説付きとか、うん、いろいろちょっと考えてみて、うんうん、ちょっと楽しみにしてます、告知でしたはい、スポンサーさん、ぜひ我こそはお金出しますという会社になりましたら、ぜひご連絡ください、募集中あ、でも137だ、え、
登って打ち上げ入れた137でした。じゃあ最終ホール先打ちますね。はい、6番アイアンでします。なんか今日ね長く見えますね。深いです、深いです。ペラッパ。もっと右。ペラっちゃいましたね。そういう時もあります。完璧だ。ナイスショー。どんどん良くなってっちゃう。うん、すごい。すごいよ。ありがとうございます。後半に詰めタイプです。お見事。後半強いですね。素晴らしいショットでした。ちょっと重いんだね。うん、ちょっと開いて、うん。打ち方はいい感じだから。はい、入ったわ。ちょっと飛びすぎちゃったちょっとね、手がまた浮いちゃってるんだよね、うん、てか硬かったですよね、下がね、うん、ナイスバーディー。ありがとうございます。素晴らしい。ナイスバーディー。ナイスバーディー。よかったね。よかったですね。どんどん良くなっていったんでショットが良すぎて。ショットが良かった。後半ガンガン上がってたもんね。そうですね。前半はジュンさんのレッスンに徹して、後半は自分のゴルフに徹しました。さすがでございます。はい、はい、ということで、はい、人1ラウンド1日終わりました。はい、終わりました。なおちゃん1日お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったです。こちらこそです。疲れてません？大丈夫？疲れました結構ね。前半はリノちゃんのチャンネルね。はい、そうですね、撮らせていただいて。リノゴルフ TV。リノゴル TV。 リノゴル TV、うん、リノひらがなでゴルカタカナ、はい、TV は T に V です。リノゴル TV です。覚えてください、はい、でリノちゃんのレッスンをしていただいて、はい、そう、ジュンさんにレッスンしました、はいはい、テレビに徹したんだね。そうそう、もう自分のゴルフはしてないかったんですけど、後半はね、後半はちょっと良くなりましたよ。自分に集中してたんで。いや、すごかったよ。はい、だって2アンダーです。はい、ね、よかったです。いや、やっぱね、素晴らしいゴルフでしたよ。はい、やっぱね、こういう選手にプロになっていろいろね活躍していただきたいなと思った一日でございました。ありがとうございます。暑い中ね、リノちゃん、リノちゃんどうでしたか？すごい、良かったです。なんか自分的にも結構上出来で、うんうん、なんか試合だったら刻むかなと思ったら、もう2オン見たいって言うから、うん、狙ったら、ね、そうだね、うまくいってバーディー取れたし、そうだね、最後もビタッとベタピン寄せてバーディー取れたから、ね、良かったです。アンダー、2アンダーで上出来です。素晴らしいゴルフ見せていただきありがとうございます。こちらこそ、はい、ありがとうございます。楽しく出てほしいです。はい、はい、ぜひ出たいです。はい、ということで、
皆さん、りのちゃんのこと応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。はい、じゃありのちゃんのゴルフまた見たいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもたくさんしてね。